はい、皆さん楽しんでますか？はい、ありがとうございます。では始めていきたいと思います。こちらのセッションは、クイックキャッチアップトゥジェン AI オン AWS と題しまして、清水が発表いたします。よろしくお願いいたします。はい、まず自己紹介です。私清水と申します。ソリューションアーキテクトのシニアマネージャーをしておりまして、社会インフラ系のお客様を担当しているチームをリードしております。すいません、インジャパネージで申し訳ないです。私自身はですね、ものづくりを得意としておりまして、先日の AWS サミット東京でも、こちらにあります AI を使った自動演奏のピアノを、制作して展示しておりました。これですね、カメラで楽譜を撮影してロボットアームが自動でピアノを弾いてくれるというものになっております。ちなみにありがたいことにですね、こちら集客数が AWS サミット東京の全体でなんと第3位に輝きました。皆様のおかげです。ありがとうございます。こういったですね、制作記事をビルダーズフラッシュなどでも公開しておりますので、ぜひ皆さん見ていただければなと思います。でまたですね、X、旧ツイッターでも情報をつぶやいておりますので、ぜひ QR コードから、フォローいただけると嬉しいかなと思います。はい、では早速ですが、こちらのセッション AWS の AI について基礎的なところをまとめてお話をさせていただきたいと思っております。人工知能、まあ、大きな枠組みにおいてですね、機械学習、深層学習と、どんどん進化を遂げてきたわけですが、この生成 AI というのはですね、テラバイト級の、データを使って、まあ、これを学習させて、数十億、規模のですね、パラメータを持つ、基盤モデルという、まあ、まさに AI のですね、頭脳の部分を作って、まあ、それを機能させるような技術になっております。でこの AI の頭脳となる基盤モデルとは何なのかというところで簡単にご紹介させていただきたいと思います。従来型の機械学習のアプローチにおきましては、この画面にあるようなですね、まあ、データにラベルをつけてそれを学習させることでモデルを作っておりました。でこれですね、特定のタスクに限定された機能を有しておりまして、例えばテキストを要約するとか、何か物体を検知するというような、適用の範囲がある程度限られておりました。で一方でこの生成 AI の基盤モデルというものはですね、ラベルがついていないデータを学習することで作成します。でこれですね、特定のタスクに限定されたものではなくて、まあ、用途に応じてですね、使い分けるようになっておりまして、より人間に近しい処理ができるということになります。でこの基盤モデルなんですけれども、入力と出力にさまざまな形態をですね、持たせることができます。例えばテキストを入力して音声を出力するようにすればですね、まあ、音声合成のような技術になりますし、音声を入力してテキストを出力するようなものにすれば、その例えば音声の内容を要約して議事録を作成するようなアプリケーションを作ったりすることもできるわけです。テキストやサンプル、プログラムコード、画像、音声、動画といったですね、まあ、さまざまな形式を対応することができるようになります。こちらはですね、テキストを入力にして動画を出力した例になっております。ジューシーなチーズバーガー、溶けたチーズ、フライドポテト、コーラといったようなですね、自然言語でですね、情報を伝えることによって実際にその動画を生成してくれます。大変美味しそうなですね、ハンバーガーを作ることができたんじゃないかなと思います。ではここからはですね、AWS におけるその AI に関するサービスを、まあ、どのように取り扱っているかといいますと、3つのレイヤーで定義されております。一番下のレイヤーはですね、 AI モデルを構築学習するためのまさにインフラストラクチャーの部分になっております。ここには、Amazon セージメーカーというものが ございまして、これがですね、まさにインフラを管理してくれます。そして AWS インファレンシア、トレイニウム、GPU といったですね、まあ、ハードウェアが提供されております。でこれらを利用して先ほどの AI のですね、まあ、モデルを開発することができます。で真ん中のレイヤーはですね、皆様の実際に使われる AI のアプリを構築するためのモデルやツールを提供しているレイヤーとなっております。でこちらには Amazon Bedrock というサービスが用意されておりまして、この中で実際に皆様がですね、業務などで使うアプリケーションを構築することになります。そして一番上のレイヤーになりますが、こちらは生産性を向上させるためにですね、アプリケーションという形で提供しているものになります。キロ、
Amazon クイックスイート、AWS トランスフォームといったようなサービスはこの中に含まれます。まあ、これらについてはですね、この後少しご紹介していきたいと思います。でまず、Amazon ベッドロックについてご紹介したいと思います。これはですね、生成 AI のアプリを構築するためのサービスとなっておりまして、1つ目、単一の API で業界最先端のですね、モデルの中から最適なものを選択してご利用できるような形になっております。また2つ目にあります通り、皆様の組織にはいろいろなデータをお持ちだと思いますが、それらを利用して、例えば業界用語や専門用語、こういったものに対応したようなモデルをですね、カスタマイズするということができるようになります。そして3つ目にあります責任ある AI、これはセキュリティ、プライバシー、安全性、こういったものにですね、配慮したアプリケーションを実現するためのですね、ガードレールのような機能を有しております。最後4つ目になりますが、単一のタスクを処理させるだけではなくてですね、複数の連続したタスクをですね、処理するためのエージェントの機能も持っております。これによって複雑な業務であったりですね、タスクにも対応させることができるようになってきます。エージェントについてはですね、この後またご紹介を進めていきたいと思います。でこのベッドロック、いくつかのモデルを選択できるということですが、今画面に示したようなですね、各社から提供されております最新のモデルの中から選択してご利用いただくことができるようになっております。でまた左下にあります通り、マーケットプレイスの機能がございますので、例えば医療や、研究といったですね、より専門性の高い分野に対応させたようなですね、モデルも皆様がご利用いただくことができるようになっております。でまた、利用できるモデルの中にはですね、Amazon 独自のモデルも含まれております。それがこちらになります。Amazon Nova と呼ばれる基盤モデルになります。さまざまなですね、スペックの中から、スペックを用意しておりまして、コストやそのタスクの複雑性に応じて、適切なものを選択いただくことができます。また画像や音声動画にも対応しておりまして、先ほどの実はハンバーガーの動画というのはですね、こちらの Amazon Nova を使って生成した実際のデモ動画となっております。でここまでですね、お話を進めてきたわけなんですが、ここでお伝えしたかったことは何かと言いますと、 Amazon ベッドロック、これを使っていただくと、さまざまな基盤モデルの中から最適なものを選んでいただいて、皆様のニーズ、コストパフォーマンス機能、そういったものにですね、そういった観点で適切なものを選んでアプリケーションの中に組み込んでいただくことができるということでございます。一方でここまででお話しした内容というのはですね、例えばテキストを要約するとか画像を生成するといったですね、限定されたそのタスクの範囲にとどまっていたんじゃないかなと思います。でこれはですね、今画面に表示しております左側の生成 AI アシスタントというところに相当しております。まだまだ人間の介入が必要となります。そのためですね、何かしら例外が発生したような場合にはですね、人間がサポートしなければ次の処理に進めるということができませんでした。そこで今注目されていますのが、右側にありますエージェンティック AI と呼ばれる、まさに進化型の AI となります。このエージェンティック AI においてはですね、人間の介入をより少なくして、さらにその自律性を高めるということで、その複雑性の高い業務に対応させるということができるようになります。つまりですね、この AI のシステム自体が直接的にビジネスにインパクトを与えるような形になってくるかなと思います。ではこのエージェンティック AI の核となります AI エージェントとは何なのかというところを少しご紹介したいと思います。簡単に説明しますと、デジタルの環境やその物理的な環境において目標、これを達成するためにですね、自律的に推論、計画、行動ができるようなものになります。先ほどご紹介した生成 AI の基盤モデルを中心にですね、各種タスクを処理するための API やナレッジベースが用意されておりまして、こういった複数のシステムと組み合わせることで、そのタスクを連動してですね、処理させるということができるようになっております。で従来型のワークフローですと、どうしても事前に人間が取り決めしたロジックや判断に応じてですね、処理を進めていかなければなりませんでした。
そのため何か例外が起こるとですね、まあ、そこで処理が止まってしまうと、人間のサポートを必要としておりました。で、一方で AI エージェントの場合はですね、この API やナレッジベースといった、まあ、環境と相互作用することによってですね、与えられた目的を達成するために必要な、タスクは何なのかというところを自律的に洗い出して処理を継続するということができます。例えばレストランをですね、予約するような処理を任せた場合に、晴れていればテラス席がいいと思うんですが、まあ、雨だとやはり室内の方が良いのかなと思います。で、今までのフローですとこういったところをですね、柔軟に判断するということは難しかったかなと思うんですが、まあ、AI エージェントの場合ですと、例えばその天気予報の API と連携することで、より良いレストラン、より良い席はどれなのかというところを判断して予約を取るということもできるわけです。ここでですね、一つレポートをご紹介したいと思います。こちらガートナーのレポートとなっておりまして、多くの企業が今 AI エージェントの利用を加速しております。2024年には 1% 未満だったものがですね、なんと2028年には 33% の、 その企業向けソフトウェアにこういったエージェンティック AI の機能が搭載されると言われております。で、またですね、2028年までに日常業務における意思決定、このうち 15% がこういったエージェンティック AI によってなされると、自律的に判断されると言われております。まあ、こういったですね、試算が実際にレポートとして出てきております。では今いち早くですね、皆様の組織でこういった AI エージェントを活用するにはどうすればいいのかということで、まあ、その一つの最適なサービスとして Amazon クイックスイートをまずご紹介したいと思います。皆様の組織の中にですね、多くのデータ保有されていると思いますが、これらをですね、活用してより賢明な意思決定、まあ、つまりビジネス判断を可能にするためのサービスとなっております。このクイックスイートですね、 AI エージェントの機能がございまして、これがチームのメンバーとして仲間として皆様と一緒に活動してくれるということになります。まあ、当然ながらですね、プライベートデータはですね、安全に保護してくれますので、このあたりはですね、まあ、AWS 安心してご利用いただけるんじゃないかなと思います。このクイックスイートですね、いくつか機能を備えております。まず AI エージェントをですね、カスタマイズできますので、皆様の組織に合った形で例えばその回答をするということもできます。またクイックリサーチやクイックサイトの機能を使いますと、新しい分野においても、つまりナレッジがない分野においてもエキスパートレベルで処理することができますし、ビジネスのですね、深いそのインサイトですね、洞察を得るということができます。さらにクイックフロー、クイックオートメイトを使っていただきますと、業務提携業務であったりですね、複雑な業務プロセスというところをですね、自動化するということもできるようになります。そして最後はスペースという機能を使っていただきますと、こういった AI を活用したですね、チームコラボレーションをですね、さらに加速させることができるようになっております。こういったですね、 AI エージェントの活用というのはですね、複雑な業務への適用という観点では様々な応用が効きます。その一つにソフトウェア開発の支援がございます。何かソフトウェアや業務システムを開発しようとした場合にですね、 2,3 年ほど前までは人間が全てのプログラムコードを書いて設計してテストをしているという状況があったかなと思います。それが AI の登場によってですね、例えばプログラムコードのサンプルを作ってくれたり、コードの隙間を補完してくれたりということで、大幅に作業がですね、低減していたかなと思います。で、今まさにですね、この領域にですね、 AI エージェントが組み込まれてきておりまして、自律的にですね、そのプログラムコードを設計開発してくれるという時代になってきております。この左の図はですね、従来の AI によるソフトウェアの開発支援でございます。コードの書き方を教えてと質問すると、サンプルコードはこうですよということで、提供はしてくれるんですが、これらを人間が判断して自身でそのプログラム、実際のプロジェクトの中に取り組むということをやっておりました。それが右にあります AI エージェントを適用した場合にはですね、さらに高度な処理ができます。例えば既存プロジェクトの中身を分析して、新たに何か機能を追加してくれというような指示をしますと、実際にですね、自律的にそのプロジェクトの中身をコードの分析して、コードを生成してテストして、さらにはドキュメントを生成して
すべてですね、自律的に活動してくれるということができます。AWS がですね、提供する AI ソフトウェア開発支援のサービスいくつかありますので、ここでは3つご紹介したいと思います。1つ目が Amazon Q デベロッパーです。これは AI によるですね、効率的なコード生成と問題解決をサポートしてくれます。何かソリューションをですね、構築するときに会話型のインターフェースが提供されておりますので、これを通じてですね、コードの生成、デバッグ、テスト、最適化、アップデートといったようなエージェントの機能を使うということができるようになっております。で、2つ目がキロですね。こちらいろいろなところでですね、今出ているかなと思うんですが、これエージェンティック AI のですね、機能を搭載した統合開発環境 IDE として提供しているものになります。今まで AI を使ったソフトウェア開発というのは、バイブコーディングにですね、代表されるようにですね、いわゆるプロトタイプ止まりというところは少しあったんじゃないかなと思います。で、このキロはですね、プロトタイプだけではなくてプロダクションレベルにまでですね、コードのレベルを引き上げて、作っていこうということをですね、可能にしてくれます。与えられたですね、プロンプトを元にして自律的にまずは要件を設計して、次にですね、システム設計に落として、最終的に個別のタスクまでですね、洗い出してくれます。最初に要件を決めてから開発を始めるという使用駆動開発、これを推進してくれます。これによってですね、先ほどお話ししたようなプロトタイプからプロダクションレベルに、皆様のプロジェクトのレベルを引き上げるということが可能になります。またフックの機能を有しておりますので、例えばコードを修正して保存したというようなところをトリガーとしてドキュメントを生成するとか、テストを自動で実行するということができます。よくあるコードとドキュメントの差分が出てしまうということを防ぐことができます。そして3つ目が AWS トランスフォームです。こちらはですね、 .NET、メインフレーム、VMware といったですね、いわゆるレガシーなワークロードをモダナイゼーションしてくれるサービスになっております。皆様の組織の中にもですね、こういった手のつけられないシステムというのがいくつかあるんじゃないかなと思います。これらをですね、自動的にコードを分析して新しいバージョンのプロジェクトにですね、変換してくれますので、皆様のコストや人件費といったところをですね、大幅に圧縮しながらモダナイゼーションすることができるようになります。はい、ということでですね、今回このセッションでは AWS における AI についてのご紹介をしてきました。で、まず AWS の AI ポートフォリオとして3つのレイヤーをご紹介させていただきました。その中には Amazon Bedrock や Amazon Nova といったようなサービスが含まれております。またですね、 AI エージェントのが今注目されております。Amazon Quick Suite をご利用いただくと、皆様のビジネスをさらに加速することができますし、 Amazon Q Developer や Kiro、トランスフォームといったものをご利用いただきますと、皆様のですね、ソフトウェアの開発をさらに支援することができるようになります。本日ですね、多くの情報をお伝えしたと思うんですが、日々新しいアップデートがまだまだ出てきております。これらをですね、キャッチアップするのは非常に大変かなと思います。そこでまずご活用いただきたいのが、こちらの週刊生成 AI ブログです。私たちですね、ソリューションアーキテクトが毎週その週に起こったですね、新しいアップデートを集めて、それをですね、皆様にブログとして提供しておりますので、まずはこちらをですね、毎週チェックいただけると良いんじゃないかなと思います。で、もう一つが生成 AI 実用化推進プログラムです。こちらですね、生成 AI のビジネスを加速するための支援プログラムとなっておりまして、通年で受付をしております。最近ですとエージェンティック AI のですね、支援プランも追加されましたので、ぜひこちらもご活用いただければなと思います。はい、最後ご案内です。木曜日午後2時45分からですね、ジャパンラップアップセッションを開催します。リーベントの中で発表された多くのサービス情報をですね、日本語でまとめて皆様にお伝えするというセッションになっております。1800席ご用意しておりますので、ぜひ皆様、日本からお越しの皆様のですね、ご足労いただけるとありがたいかなと思います。はい、ということで以上となります。アンケートのご協力とぜひ X のフォローもいただければありがたいかなと思います。皆様ありがとうございます。